はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はまともざわくんと、あかつきまもるを使ってバンプ高校でやっていきたいと思います。デッキの方はこんな感じで、まともざわくん見ていきますと、得意練習がね、まず野手の場合は肩で、投手の場合は変化球ということになってますので、まあ、野手でも、投手でもどちらでも、使えるキャラになってます。でテーブルの方が、タックが62、固有が乗るのでタックは80かな。でやる気効果アップが50で、得意練習率アップがついて、技術ボーナスが35で12、45まで解放すると16というところになってます。まあ変化球でね、技術ボーナスがつくのはかなり使いやすいキャラとなります。でコツの方はね、まあ、普通の友沢と一緒なんで、野手の場合はアベレージヒッターとパワーヒッターで、今回の友沢くんは肩コツは特にないですね。で、投手の場合はポーカーフェイスになりますので、まあ、ちょっとね邪魔かなとは思うんですけれども、まあ、許容範囲でしょう。で、まあ、暁守はね結構前から出てるんであれですけど、俺はもうほぼほぼ初めて使うんで、球速コツがついて、コツイベント率があって、やる気効果アップと試合経験点ボーナス、まあ、筋力ボーナスも載ってますと。でタイピンリリースと球速コツになりますので、まあ、リリースはね直撮りして、タイピンは5かな、まあ、ただコツイベント率アップがついてるんで、コツはかなり回収しやすいと思います。で、ね、この2人はねちょっと限定キャラなんで、まあ、限定用のねイベントがあるので、少しイベント数が重いかな、この2人は。なので、まあ、彼女キャラの、ミサちゃんを入れてます。ミサちゃんは、今回バンプなので入れてるのと、まあ、イベントは1回で切っちゃおうかなと思いますと、ルナちゃんも入れてるので、まあ、結局ね二股ではあるんですけれども、バンプの場合はねちょっとゲージを調整しないといけないんで、まあ、デートとかで、ゲージの調整をしていこうかなと思ってます。まあ、じゃあこれでやっていきましょう。コツがありますね。守るくんさすがだね。まあ、ルナちゃんのね評価も上げていけるんで、リリース、うん、いや別にリリースが欲しかったわけじゃないけど、だいたいこういうのってリリースが来たりするんだよね。まあ、3分の1といえば3分の1だからね。でタイピンに関してはね、ルナちゃんのデートで1もらえたりするんですけれども、まあ、ここはスタミナでいきましょう。体力が回復できるんでブラッドタックは。あと暁守るのね固有イベントでもタイピン1が手に入ったりして、まあ、それでね5まで持っていけるんですけれども、守るくん自体がねやっぱりコツイベント率アップがあるんで、まあ、練習でタイピン後にするかイベントで持っていけるかちょっとわからないですけど、まあ、今のところは置いておきましょう。ミサちゃんルナちゃんどっちがいいかな。やたらスタミナやってるからな。悩むね。まあ、こっちにしとくか。スタミナばっかりやってるとねリリース用の経験点が手に入んないかな。まあ、今回はルナちゃん前イベ、ミサちゃん後イベで両方彼女キャラがいるんで、クリスマスはまあ間に合うでしょう、さすがに。コツカチューンカチューン取れたっけ。ちなみにそろそろゲージがあれか 6%。 ちょっと待ってね、魅了か。 6% で吸収になって回復できればでかいね。吸収、じゃあ次は回復しちゃいますか。あ、そう、あとね敏捷ポイントね、マインドブレーカーがね敏捷ポイント必要になるんですけれども、これは笑いに変えて打球反応取れたよね。敏捷ポイントはね強化で守備練をやってちょっとガサッと敏捷ポイント稼ごうかなと思います。で吸収ですね。ここはもう単純に、うおー、なんかあんまりいいところがないな。
ま、最大値が上がってくれればいいでしょう。で、ブラッドタックがあると嬉しいけど、他の人がいないか。まあでもこれはでかいからね、なんだかんだで。ミサちゃんの評価を上げつつ体力が上がって経験点も40ちょっと増えるからね、プラスで。どうしようかな。いや、やっぱりこれだな。ちょっと体力全開でもったいないけど、調子安定はね結構美味しいんで。ここで告白するのか。なんかちょっと背景があれだね。まあ、多分ここが肛門口だと思うんだけど。まあ、休息のとこに人が固まってる。あと監督評価か。監督評価もね、気にしていかないといけないんだけど、まあ、3人はさすがにでかいからな。なるべくね、序盤のうちにちょっと監督評価を上げておかないと、後でね、監督に振り回されるんでね。神楽坂くん、トッツが来てますね。ここは確実に。リリース。うおちょっと待って、リリースか勝ち運かって言われたらどっち？リリースするか。強奪。そう、神楽坂くんのね、切れ骨も神楽坂くんから取らないといけないんで、それもちょっときついかな。回復しよう。お、これは友澤くんと守のコンボだね。友澤がね、投手に来れるんで、このコンボがかなり有効になりましたね。100ポイントくらい入って対強打者が3で手に入るはずなんで、そう、結構いいコンボだとは思います。ここか、魅了になりそうだな。どうするかな。ここだな、刺激。今はね、刺激はまだ微妙なところではあるんだけど、で、これどうしようかな。回復させようかな。まあ、言ってあげないようにしよう。で、回復しておきましょう。さて、ここはちょっと吸血しないとダメだけど、だね。どうしようかな。デートしたら死んじゃうかな。これデート一回いける気がするんだよな、この量だったら。まあ、ルナちゃんはね、基本的には回復しないんで、本当にこういう時に調整していきましょう。ここは対抗しよう。ハロウィン。おお、もう限界だ。マジで限界だ。変化球いない。じゃあ、まあ、とりあえずカオルちゃん止めておくか。で、ミサちゃんの告白ですね。バンプの時はね、ミサちゃん告白で回復するんですけど、ちょっと体力が有り余ってますね。そうか、カチューンのコツがつかめるのか。ブラッドタックがあるけど、変化球もいるね。さすがに友澤がいるから技術は稼げますね。まあ、ちょっとこっちにしましょう。ただルナちゃんもまだタッグまでの評価が乗ってないんで、で、闇に生きるものどうしようかな。もう告白イベントが終わってるからね。まあ、進めていってもいいか。
経験点がもらえるんで、で2回目になるとコツももらえるんで、で変化球友澤で、友澤はねポーカーフェイスなんですけれども、通常の練習をするときに肩練習があるんでね、微妙に敏捷ポイントをくれるんですよ。なんでポーカーフェイスはね3で取っちゃうのがいいと思います。ルナちゃん監督もいるね。根性がちょっと欲しいかな。普通の練習か。で、まともざわくんイベントですね。これは選択肢が出て、一番上で体力の上限アップ、真ん中で評価で、一番下が回復なんで回復しておきましょう。うん、いいね、やる気もついでに上げてくれたか。で刺激ではあるんですけど、どうしようかな、特にって感じだな。神楽坂くんの評価が乗ってない。まあこれでいこう。何になる、強化、よし、ちょっと強化で吸血をしよう。だから吸血で、守備に人がいない、守備に人がいないってことはデートしよう。ミサちゃんだな、ここは。ルナちゃんはね次回復するんで、ちょっと取っておきたい。この回復量だと、まあ、若干もったいない気がするんで。で、もう無理だぞ。守備敏捷20か、ちょっと他のとこ見てみよう。敏捷18もらえるのか、友澤がいるからか。え、だったら普通にこっちでよくね。50、70、80、え、全然こっちでしょ。こんにちは。一応マインドブレーカー分の敏捷は稼げたけど、まあ今はね別に属性変わっても大したことはないんで、苦手にして完全に吸血鬼になりましょう。めちゃくちゃ評価上がったな。でコツ、守るくんのコツ、リリースは取ったはず。タイピンをどうするか、タイピンをマジでどうするか。いや、そのままにしよう。刺激、急速骨がね来ないとね、ちょっと急速が上げられないんだよね。タイピンか、まあしょうがない。で、守君のねマインドブレーカーは急速依存なんで、まあ最低でもね144までは上げておいた方がいいみたいですね。マインドブレーカー本当にね成功しなくてね、いまだに1回も成功したことがないんですけど、友澤くん、ここは監督もいるな。ちょっとポーカーフェイス取ろう。ポーカーフェイスは3だと2なんで、敏捷ポイント2使って5をもらえるんですよ、練習で。まあ、それを考えてば3で掴んでおいて経験点をもらいましょうと。敏捷5ですね。水か、これはうまくいけば回復ができる。うん、まあ大吉が出てくれれば全回復できるんだけど、どうよ。やったー、大吉だー。でコツか、ルナちゃん、これは取りましょう。
未了。ちょっと変えたいね。打球反応、これで打球反応は5になったよね。で、友沢の金徳ですね、これは協力するで進めていきます。で、2回目なんでね、成功失敗の判定があるんで、ま、ただ成功率は高いと思います。友沢か守るくんか、これ守るだな。よし、強化コツ。よし、とりあえず1回掴んだ。で、ライチングキャノン、あー、これはね、球速直上げ、コントロール直上げ、スタミナ直上げの変化球はポイントで、球速をね上げてればね全然いいんですけど、ちょっと球速コツがなかったんで全然上げられてなかったところがもったいないかな。で、精神はねかなり必要になるんで、ルナちゃんから精神はもらっておきましょう。まあ、ルナちゃんはねやっぱりめちゃくちゃ経験点くれますよね。で、強化、140くらい、敏捷がもらえるのか。敏捷そんな必要かっただ言うて、ここにしよう。筋力ポイントはねちょっと上げていきたいんで、これなんか失敗するとズキーみたいな感じになるんだっけ。で、神楽坂くんはもうマジで失敗しない。もうね、何十人ってね使ってるけどね、一回も失敗したことない。いや、1回目の失敗はあるけど、2回目でね絶対成功するっていう。あ、3か、そっか、ちょっとまだ進んでないから置いておくか。神楽坂くん、勝ち運ってそもそも取ったっけ。コツはつかんだけど取ってない気がする。玉持ちはじゃあ取って、勝ち運も取って、対強打者も別にもう手に入れることはないから、キレなんだよね。キレ強奪か、強奪でちょっと確実に取れる状態にしておくっていうのもまあありだよね。奪三振、カオルちゃんはね復活で精神ポイントを使うんで、コツ、友沢かー、やろう、吸収で、バレンタインデート、どうなの今。ちょっと進んでる感じはしないよね。1回ずつデートしたのかな。ただまたここでね体力回復できるからね。ミサちゃんとデートしておくか、この回復量だったら。守くん、コツがただ来てる。監督もいる。神楽坂くん、奪三振はつかもう。奪三、緩急もつかんでおくか、もう。打球反応一応5になればそれなりの安さだけど、ただこの敏捷量だと驚異の切れ味とマインドブレーカー両方は取れないか。もうちょっと友沢くんに働いてもらう必要があるかな。てかそもそも切れコツを手に入れないと厳しいぞ。練習、どうしようかな。吸収1回しちゃう。ただタックが来てる。いや無理だこれはマジで無理だ。待ってね、ルナちゃん、ルナちゃんで1回デートして回復して練習して属性がどうなるかだな。ここはねドカッと回復するんで、1回しかね回復がない代わりにここでドカッと回復する感じですね。まあ
もちろん経験点も手に入るんで。で、神楽坂くん。OK。ただ、キレがない。少し。これは、練習すると死ぬかな。練習すると死んでしまうかな。大丈夫かな。カオルちゃん。カオルちゃんのコツが来てるね。これちょっと大丈夫そう。うわ、魅力か。強化が良かったな。そして練習か。刺激って言って、これ刺激になるの？別にならなかった気がするんだけどな。牽制、これは変わるっけ。ちょっとバンプのね、通常イベントは本当に全部覚えてらんないんで、ちょっと確認しましょう。まあ、特にあれは変わんないっすね、属性は。で、マジで死ぬ。魅了しとくしかないよね。別に全然なんだよね、魅了とかやる価値がないっていう。とりあえず監督魅了しとくか。で、スカウトさんか、まあ、これは無難に行こう。助けを呼ぶと。コツ足す、変化球練習。とりあえずカオルちゃんマジで根性いただきたいんだよね。根性よし、ありがとう。で、エースの威厳で、タイピンはねもう掴んじゃってあるんで、笑顔でねタイピンと体力回復になるんですけれども、守君のね評価が下がっちゃうんですよね。まあ、ちょっとデートもね進めていかなきゃいけない関係で、ここは無難にわからないにしておきましょう。で、神楽坂くんのコツが来てるんで、ここはやっておこう。強化になる。ならない。練習か。あれ、俺スタミナどう？どうすかスカウトさん。そりゃ調子悪いよね。で、これは勝手にイベントが終わるやつかな。試合か、まあ、一応試合は出れそうだね。魅了してるからね。まあ、魅了してなくても多分監督強化は足りてたと思うんだけど、まあ、ここはコンピューターにお任せしましょう。で、少し振らないとね。変化球は、まあ、普通にフォークにしとこう。で、スラーブでも覚えると、スライダー、よし、これでいこう。球速、まあまだ大丈夫かな。スタミナはなんとなく C にしておく。コントロールを上げちゃっていいか。 C にしておこう。まあ、復活ど根性がつけば、そんなにスタミナがなくても先発はこなしていけると思うんで。俺何失点した？5失点もしてんのか。まあ別にいいんだけどさ。で、属性変えたいんだよね。属性変えたいんだけどね。これ 33% はな、死ぬよな。お出かけしよう。で、回復させよう。ミサちゃんは
これで2回目だよね。まあバンプの時はね毎回体力回復してくれるんで。あとはちょっと属性を変えたらデートでね調整したいんだよね。守君が来てる、ただコツが来てる、強化の可能性が高いね。ここは刺激の可能性が高いのか。吸収、臨床ポイントちょっとずつ稼いでいこう。で、どうしようか。もう4月の4週だからな。じゃあこれ4月の2週だからな。吸収ができるけど一応コツもある。で、この量だったら練習ができるんだよね。まだやろう。マモル君の休息コツは星未了かよ。ここで、まあ、とりあえず休息コツは5になりましたと。で、友沢君の金徳が終わりましたと。よし、かなり掴んだ。ここは経験点でいいよね。少しデートを連発しましょう。さすがに吸血をしないといけないんで監督がまだ残ってるな。スカウトさんとかいないね。ルナちゃんも魅了状態にできるのか。なんかそれはそれですごいよね。あーこれ1個遅かったよ。これ属性変えられたんだよね。どれが良かったかな。これはどこだ。ミサちゃんの評価ちょっと下げたくないからな。精神もらっておこう。これでね一応刺激にはできたんですけど1個遅かったっていう。で回復できるのか。ブラッドタックは 24% だから死ぬ可能性がある。デートが進んでないんでちょっとデートを進めていきましょう。ルナちゃんがね最悪からデートの可能性があるんで。まあここは勝っておきたいね。タイピンはもう掴んであるからいいとしても経験点だよね。フォークで攻めよう。ルナちゃんなぜかやる気が全くない何が起こったんだ。もう野球なんてやってらんないわみたいなショートゴロだし野球やめちゃうんじゃないか、ルナちゃん。いやーいいね、マジでいいわ。で臨床ポイントは30だから、まあさすがにね走者釘付けは取れないんで1回回復しよう。でミサちゃんも3回目と。体感アトラクションはね緩急が取れるんだけど緩急は取ったから観覧車にしよう。伸び骨はねただ1じゃちょっとどうにもなんないんで。で井戸端がねあるからね、ミサちゃんは残り2回はちょっと取っておきますか、評価アップのために。これはまあ黙っていよう。でタックワンタック、こっちはコツ、こっちだな。刺激、エースの威厳2回目が来ましたね。ちょっと球速を上げていきますか。これは別の要素で進めていきます。
で、カオルちゃんも終わりと。復活は3だとでかいんだよね、かなり。3、少し。能力アップしていきましょう。おお、だいぶ筋力が溜まってきたね。152。152とかあればね、結構成功率は低くない。高いってわけじゃないけど、低くないみたいですね。で、18% か。ちょっと無理だな。ルナちゃんデートを進めていこう。まあ、これで4回目。まあ、デートはこなせそうだね。で、監督評価も大丈夫なんで、で、刺激に誰もいないから、もう1回デートをして、で、刺激するときはね、体力はなるべく多めに保っておかないと、結局ね、1回寝ないといけないから、マックスの状態でね、刺激を迎えるのが一番いいんですけれども。これは普通に変幻自在を取っていきましょう。おっしゃー、来たぜ。さすが152キロのマインドブレーカー。ここで回復しよう。さらに神楽塚くん、ありがとう。変化球中心。いない。刺激に人がいない。ただこれデートで大丈夫なはずなんだよね、この量だったら。マインドブレイカーを見ていきましょう。あ、キレが来てないのか。キレコツ、ど根性は大丈夫だよね。復活取るとマインドブレイカーって取れる。まあ、どっちでもいいんだけど、安いよね、マインドブレイカー。1でこれだからね。まあ、敏捷を使うっていうところが若干気にはなるけど。そうするとさすがに復活が取れないか。まあいいや。で、これは、デートいけるはず。この量だったらミサッチ回復して、刺激をして、あとはずっと練習する。この計画どうよ。井戸端が来てないのがちょっと怖いけど、おお、来た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 ー。まあまあまあ、しょうがない。いや、いないか。いないですか。2人止めるとね、ちょっともったいないかんね。じゃあ、カオルちゃんをここに止めておいて、やる気効果アップを引き出そう。もうそれで行くしかない。走者釘付け。もうマジ無理なんだけど。取れません、そんなもの。カオルちゃん用意。吸収。で、これは？あ、相談か。で、このね、相談ね、何気にね、矢部くんに相談すると、重い球もらえるんで、ミサちゃんのね、金徳怪物球威なんで、これのね、骸骨が取れるんですよね。まあ、1ではありますけど。そして、なぜ重い球を取れるかって言われたら、わからない。カオルちゃん、なんだかんだで、ちょっと役立ってるかな。もう1回は無理かな、練習は。カオルちゃんが若干底上げしてくれてるよね。ちょっとこの量はでも無理っぽなんで、フォーク4は欲しいな。変化球が足りてないか。全然タックが来てないからね。ダブルタックとかがない。キレキレだ、キレキレ、マジ無理だわ。友沢かー、13% か。
いや、ここはちょっとおとなしくしておこう。ダブルタックとかだったらね、ちょっとやったかもしんないけど、ワンタックだからね。あとはここで寝ないことだ。寝るとね、1なんで。よーし、これは3ですね。まあ、いわゆる成功というやつ。よし、評価13上がれば全然戻せますね。 OKOK、 先発。ここ強いんだよね、ジャスミン。初戦にしては。まあ、サクッといきますか。で、急速は152でいいでしょう。あとは精神が結構余ってるけど、復活が取れるね。その代わり怪物球威が取れなくなったけど、まあ、復活があればね、ある程度スタミナ少なくてもなんとかなるんで。お待たせいたしました。はい、来た。天元自在フォーク。うおー、ミオちゃん、ミート G とかでもね、ジャストミートされるとマジで持ってかれるからな。ここは確実に緩急をつけていこう。うわー、ボールが先行するね。よーし、あとバンプがねマジで弱いんで、点を取ってくれるのはもう祈るしかないからね。こいつ対エースなんて持ってんだ。いや、2点取られたわ。あ、2点取ってくれた。ホームランとかを打たれるのはね、もうしょうがないんで、勝手に失点するのは。まあ、ホームラン打たれたんだろうな、きっと。で、こっちか、神楽坂くんだったらやりたいけどな。刺激っちゃ刺激なんだよね。さてさてさて、どうするか。ルナちゃんはもうマックスに戻ってるよね。いや、これはちょっと練習しよう。強化。もうデートもね、終わってしまったんで。ここは普通に吸血しよう。54か。筋力、精神。筋力、精神がすんげえな。変化球かな、足りてないんだよな。まあ、これは経験点狙いでいきましょう。ダンジョン。ダンジョンもね、ちょっと2周目クリアの動画を撮ってないんで、ここはピンチャンでいこう。ちなみに、まあ、裏方でね、もう2周目はクリアしちゃったんですけど。精神か。精神がやたら余ってるからな。まあ、投手は取るとして、もうど根性も掴んじゃったからね。怪物級はもう取っておくとして、あと何、緊急登板とか。緊急登板ってさ、先発で意味あんの？先発を予定していなかった時に先発で登板すると能力アップとか、そんなんあんの？よし、点を取ってくれてんね。ありがとう、内藤さん。そう、的野沢くん入れるとね、あの野手で活躍してくれるんで、それもでかいっすよね。野手能力めちゃくちゃ高いんで。そして守備位置もね、ショートを任せられるっていう。でもしショートが空いてなかったとしても、セカンドも守れるんで、マットモザー君はね、そういう意味でも優秀ですよね。
点取られてるけどさ、こいつ上り調子なんて打ってんのか。最初バッターボックスはショートゴロに倒れています。投げました、外へ逃げるスライダー。あとはキレか、キレだね。変化球ポイント足りてないから、キレ取らないとちょっときついんだよな。うわ、点取られたよ。ノーアウトとかさ、ほんとやめてほしい。ノーアウトランナー二塁という場面で須藤投げた、走られたな。これボールが先行してる。投げた、打ちました、レフトへの浅いフライ、取りました、ボールは中継、これでワンアウトランナーは二塁変わりません。キャッチャーがしょぼいとね、マジ一塁に出た瞬間走られるんで、で結局ピンチの場面になるっていう。次は5球目、投げました、見逃し三振。右バッターボックスは8番、皆川。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。バンプのみんなってどれくらい能力あんだ、あんまりチェックしたことないけど。1球外してボール、カウント1ボール2ストライク、見逃し三振。もうマジなんだよこれ、ノーアウトとかさ。二塁という場面で大阪、送ってるぞ。バントした、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー三塁に進みました。バント、なおもピンチが続きます。もうこれはわずかに外れています。カウントはワンボールワンストライクです。これはもう失点したらかなり危険だからな。カウントはツーボールツーストライク、三振。またこいつかよ。バッターは丸島、ストライク。第2球投げました、お、当ててくれた、ありがたい。タイミング合いません、投げました、一つ外したボール、もう一つ外そう。ワンボールツーストライク、伝家の宝刀、投げた、オッケー。スタミナがちょっとつきてきたな。やべ、カットボールはちょっと手を出したくない。これはもう入れてきたか、際どいね。おい待て、ふざけんなよ。正面に飛んでしまったか。数少ないチャンス、友沢まで回せ、友沢まで。やべくん、ちょっとこれはあれだな。バンプ負け越しのピンチ、あ、もう変わってる、シルバレ。一塁三塁という場面で力石、今日はここまで3打数1安打、危ない球、第3球。足も155出せるんだね。投げた、おい、これは負けるわ。ここで勝ち越しを許します。3対2、初球空振り、ちょっとシルバーバレットに頼りすぎた。簡単に2ストライクと追い込んだ、スライダー空振り三振、藤沢、あった、よし、これなんとかしろ。内藤メールちゃん、チャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面、須藤が変わってるし。第2球投げた、須藤の方がな、打ちやすかったんだけどな。友沢、ここ投げた、来たぜ友沢。これはいい当たりだ。あとはここ乗り切る。バッターは稲垣、ここまで3打席連続三振。シルバレン、オリアン、ストレート見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。投げました、打った、レフトへ当たり、ヒット、稲垣ヒットを放ちました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第2球投げました、おー、打ちました、打球がライト前、これはライト間に合いません、ファルボール、直球、こいつ打たれ強さ三角なの。ナイスピッチング。見送ってストライク、第2球外角高め、あ、プロファイル持ってんだっけ。もう追い込んでいます、流し打ち、どうだ、切れていきます、シルバレで押す、打ちました、ここはしっかり掴みました、これで2アウト、シルバレで押すぜ。変わりません、てか打たれ強さ三角って言った。見送ってストライク、第3球を一球打たれただけで発動するんだ。カウンター2ボール1ストライクです。打った、ハイズカ、おー危ねえ、掴みました、ちょっとハイズカじゃなかったら危なかったね。ポテンってなりそうだったよ、ポテンって。で、あとはコツ、神楽坂くんではない、守るくん。強奪、強奪だね、強奪しよう。ちょっと待ってね、ワンタック吸血、ちょ、強奪したい。守るくんはもうコツ取ってあるでしょ。神楽坂くん、あとなんだっけ、打たれ強さはこれ直取りしようで、確実に強奪しよう。あと何があったっけ、尻上がりか、精神あるか取ろう。
知り上がりは最後にルナちゃんがくれるけど、もうそんなことを言ってる場合じゃない。よしよしよし、これはで、メーターはねもちろん少なければ少ない方がいいんだけど、いいんだけど、どうする？寝て神楽坂くんがいなかったらすげえショックなんだけど、変わるかこれ。いや悩むな。確実に行こう、確実に。あれどこだっけ、コツ弱いか。寝ようとか言ってさ、これで負けたら終わりだからね。強奪すらできずに終わりそう。いやバンプマジで弱いかな。ちょっともう打ってこう。今村くんってどういうやつ？2アウトランナー打った、痛烈な当たり抜けた、バッターはそして俺か。第9初球に送ってストライク、まずは見送りました。自分でなんとかするしかない。ここはもう2アウトだしね。自分でなんとかする。よし、そして矢部に回す。外れた、ボール。第2球矢部ならいける。おお、いけなかった。お、この人は強い。ダメだ、スプリットか。珍しいな。めっちゃ抑えてんな。ノーアウトランナー二塁という場面で谷田、第2球。あー、これはボール球だったな。ちょっとバッティングがしょぼいね最近。点はねもちろんあればあるほどいいんで。平川で、内藤さんかな。あ、根岸くんか。こいつはパワー A あるのか。ほら、 OKOKOK。 守くんに変わってるけど、あとはパクる。吸血、普通、確実に行こう。ちょっと待って、一応コツがね来てるっちゃ来てんだよね。ただ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 ルナちゃんだから、ちょ確実に取りに行こう。西とかなんだ、邪魔だこいつマジで。見とけばよかった。まあいいか。何もんだよ西井とか。最大まで掴んだって言って。悲しすぎるんだけど、まあ、せっかくだからもらっておこう。驚異の切れ味厳しいよな。22も使うもんね、敏将も。直取りは無理だよ本当に。マジ西井とかやってくれたな。ほんと先般ものだよあいつ。ちょっと根岸くんで揺さばらしをするか。ちくしょう、野沢頼んだぞ。ボール球だったね。おお、頑張るね主人公。その代わり最後神楽坂くん、コツが来てくれないと無理だな。最悪もう敏将の練習していけるか。コツは来てない。19でしょ。19の625で直取りすると、まあ、走者釘付けは無理だから161か。厳しいね。変化球が全然伸びてないんだよね。まあしゃあないか。強奪。最後に強奪したかった。
もうここもこれでいって取っちゃっていいよね。別になんかエピローグでキレくれるとかそんなんないかんね普通にスタミナちょっと上げとくか B に。いやこの編成で変化球自体が伸びなかったのがやっぱりダブルタック一回もやってないよね。ダブルタックすら刺激がね全然機能しなかったんで、そこがちょっと変化球が伸びなかったところかな。せめてちょっとでも点を稼いでいこう。ダメだった。根岸くん。チャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で根岸。ネクストバッターサークルには内藤。投げました。4番が内藤さんか。投球は3球目。投げました。こいつなんだ。大きく外れました。カウント3ボールのストライクです。威圧感を感じているか根岸くんに。右バッターボックスは4番内藤。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。おお。ワンアウトランナー。荒れてるね。投げました。ちょっと荒ぶってるぞこいつ。カウントは2ボールノーストライクです。第3球見送ってストライク。際どい。第4球を投げた。上げてしまった。犠牲にはなったか。ライトへの犠牲フライ。そして友澤1先制1対0。いいね、さすがだよ。まともざわくん。バンク追加点のチャンスを迎えました。2アウトランナー2塁という場面で矢部くんも。まあ強いからね。民くんも強いね。中川って結構強くないか。下位打線789789がめちゃくちゃしょぼいんだな。ゲッツーおお主人公すげえな。後半に来てこの調子か。でただエピローグポイントはね2人分もらえるんで、でルナちゃんはね変化球ポイントいっぱいもらえるんで 4-3-3 にはしたいね。総編10。まあ先発でいきましょう。重い球そうだここで掴めたんだ、忘れてたバンプはなそもそも久々だったからな。まあ、尻上がりはねちょっともう神楽坂くんのあれを掴むために取っちゃいましたけど、まあ、経験点は7000か。いやもうちょっとねダブルタックが発動してくれればよかったけど、持っていける、持っていけそうだね。まあ433、まあ本当は444欲しかったけど、ツーシームどうしようかな。変化球の余り方があれだからな。ツーシーム取っておこう。で、変化球11で何か取れるっけ。ちょっとこれも投手にしよう。変化球以外がわりかしバランスよくあるのか。じゃあちょっとコントロールは B にしておこう。で残ったもので球速を上げようと思ったけど技術が足りないのか。ちなみにこれ球速どこまで上がる。156か。155にしておこう。で対左とか持っておいても良さそうな気はするけど精神ポイントを使いたい。緊急投案は別にいらない。順応か。精神使うんだったら順応か。これ取っとこう。あ、先制ストライクも常に取れるんだ。やったら精神が余ってしまったけど逆境とかも取れないかんね。逆境は筋力を使うから。筋力25あるんだったら投手に振ったりした方がいいと思うんで、まあこんな感じですかね。ちょっとね変化球の伸びが悪かったのと切れコツが取れなかったところがあれかな、変化球ポイントが足りなくなってしまったところですかね。
ただまあね、守るくんマインドブレーカー取れればかなり強いキャラなんで、まあ、今回ねガチャでマトモザワくんと、暁守る取れたので、まあ、このあとね投手を作っていくのがかなり楽しみになります。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。